はい、ね、山根さん、今回はですね、私のレビューを、私が山根さんの YouTube チャンネルをレビューしているところをレビューしていただきましてありがとうございます。そしてですね、あのミスター M さん、ランボーミスター M さんが、あのやっぱりね、西アクラソンの山根さんのアークレンジャーにね、あのジャングルの中に入っていったということで、あの隊員になるということで非常にいいんじゃないかなと。山根さんやっぱりね、あの他のYouTuber さんと交流するのがすごく上手ですよね。やっぱコメントを書いたりとか応援したり励ましたりとかして、あのやっぱり人を喜ばせるのが山根さんは本当に好きなんですよね。で、人間が一番大事にしなくちゃいけないと私が思ってるもの、それは人の悲しみにやっぱり同じように胸を痛めてね、そして人の喜びを誰よりも喜んであげるってことなのかなと思うんですよ。人が喜んだことを妬んだりとかね、人が苦しんでる時とか悲しい時にしめしめざまあ見ようと思ったりとかっていう方が結構ね、 YouTuber の中にいるんですよ。で、私はおかげさまで速稼塾の YouTube にの皆さんに囲まれてるおかげでね、人の喜びを喜ぶ人と人の悲しみを悲しむ人と、こんなね素敵な方に囲まれてて、本当にあの YouTube ってものはいいなと思いました。だから私はそういう風な YouTube で囲ってるんですよ。で、皆さんもそうだと思いますけどね、速稼塾の中の YouTube をやる人っていうのは本当に人を励ましていきたい、誰かの役に立ちたいって方ばっかりだと思うんですよ。だから山根さんっていうのはね、花屋龍馬さんとかね、こうちゃんとかね、それからミスター M さんとか、どん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 こう仲間にしていくと思うんですよね。これからもそういう素敵な活動を続けていっていただきたいと思いますし、それがね、やっぱり山根さんを山根さんらしくしているというか、西アクラソンの風土でもあるのかなと思いますしね。あの飾りっ気なくで、自分の等身大の姿をずっとね見せ続けている。で、その中にも強い意志がありね、それちょっとのね哀愁がありということで、山根さんの色を出してるんじゃないかなと思います。これからもね、西アクラソンの山根さん、あのドラマをどんどん作っていっていただきたいと思います。もういろんなねストーリーが、表情がありますよね。もう私も山根さんのチャンネル大好きです。それでは失礼します。